作太郎です。ご機嫌いかがでしょうか。今日も野外で西洋料理始めていきたいと思います。今日はですね、フランスグンメスキットでフランス料理のシリーズです。4月も後半になりまして、今日28日なんですけれども、朝方ですね、この信州の山の中はですね、かなり冷え込みまして、氷点下近くまでね、冷え込みましてね。で、今も昼時なんですけれども、だいたい10度くらいですね。で、結構ちょっとひんやりする感じです。ですので今日はですね、煮込み料理を作っていきますね。スペアリブ、豚肉のスペアリブの赤ワイン煮込みですね。はい、とてもシンプルな料理です。材料を説明しますね。まあ、玉ねぎですね。ちょっと大きめの玉ねぎ、これ2つですね。ちょっと多めにですね、これスライスしまして、メスキットの中でひたすら炒めていきますね。はい。それで、そこに赤ワインを注ぎます。これフルボディのね、チリ産のフルボディの赤ワインなんですけれども、これを注ぎまして、あと、塩コショウして粉をつけたスペアリブですね。これをソテーしたものを、さらに入れて煮込んで、蓋をしないでね、蓋を開けたまま、煮込んでいくという感じですね。蓋、閉めちゃうとね、ちょっとね、ルビー色がね、赤ワインのルビー色が取れてしまうんでね。はい。ただそれだけのね、料理になってますね。とてもシンプルですね。食材としては、玉ねぎ、スペアリブ、赤ワインだけですね。セロリとかね、人参とか、そういうもの全く入れないんでね、とてもシンプルなお料理になってますのでね。はい。で、付け合わせとしまして、じゃがいものピューレを作りますね。じゃがいもをむきまして、茹でて、生クリームを加えて、バターも加えて、ちょっとクラシックなね、付け合わせなんですけどね。で、ピューレにしていくという感じです。はい。それじゃあ、作っていきましょう。よろしくお願いします。はい。では作っていきますね。まずスペアリブに塩コショウして、粉をつけて、表面をね、焼いて、タンパク質を固まらせますね。必要以上に肉汁が外に出るのを防ぐためですね。これだいたい、350g くらいですね。これに塩コショウしていきます。ちょっと強めでいいですね。両面です。そしたら粉つけていきますね。これは使いやすいんでね、薄力粉じゃなくて強力粉使ってますね、いつも私ね。はい。粉をね、最初につけていくことによってね、赤ワインで煮込みますよね。で、煮詰まっていくとね、この粉がね、とろみがつく元になるんですよね。煮詰まってくるとね、これつけておくとね、とろみつきますんでね。よし、こんなもんでいいですね。ただこれ表面を焼き固めていきます。はい。スペアリブの表面を焼く作業はですね、このロケットストーブに入れて、ちょっとハプニングが起きましたですね。この取っ手といいますか、これが取れてしまいましたね。10月から使い始めて、半年くらいですかね。はい。それで、これが壊れてしまいました。やっぱり結構ね、重い煮込みとかをね、こうやって持ち上げて、かなり酷使したせいかわかんないですけどね。はい。半年で、メスキットフライパン行ってしまいました。今後どうするか、これ治るのか治らないのか、また検証していきたいと思います。じゃあ、とりあえずしょうがないので、今日はこれで、こういう持ち上げ方をしてね、おっかなびっくりやっていきたいと思います。はい。ではソテーしていきますね。はい。では、スペアリブのね、表面を焼いている間に玉ねぎをスライスしていきますね。アバウトでいいですからね。はい、さっと、スペアリブのね、表面が焼き固まりましたので、これキープしておきますね。ちなみに、このメスキットには、焦げ付き防止の、アルミシートが敷いてありますね。はい。こんな感じで、これはキープしておきます。そしたら、もうこれはいらないのでね、これは取りまして、はい、バターですね。ちょっと多めでいいですね。
やりにくいですね、これ取っていかなければ。で、玉ねぎをソテーしていきます。結構山盛りぐらいになるんですけどね、3つ目炒めていけばね、少なくなってきますので。玉ねぎ炒める際にね、ちょっと塩しておきますね。しんなりしやすくなります。お塩もしておきますか。はい、じっくり炒めていきます。こんな感じですね。これがもうちょっとね、飴色になるまで煮詰めていきます。そしたらスペアリブと赤ワインを入れて煮込んでいきます。はい、だいぶね、玉ねぎもね炒まって、飴色っぽくなってきたので、ね、甘くなってきたので、ね、ここでスペアリブ投入します。はい、今赤ワインをね入れましたね。なみなみくらいですね。はい、これで蓋を開けたまま、煮込んでいきます。はい、スペアリブ煮込んでる間にね、じゃがいものピューレを作っておきますね。はい、ロケットストーブのね、上の方でね、お湯を沸かしてますね。ここで茹でていきたいと思います。火口が2つ使えるといいですね、こういう時ね。はい、茹でていきます。はい、蓋をしてないんでね、上の方がね、煮込めなかったりするんで、たまにひっくり返したりしますね。これ蓋をしてしまうと、どうしてもね、この赤ワインのね、赤色がね、ルビー色がね、濁ってしまってダメなんですよね。ですから、赤ワインの時は蓋を開けてそのまま煮詰めていくという感じです。はい、じゃがいもがね煮えましたのでね、お湯を捨てますね。はい、生クリーム入れますね。ちょっと浸るくらいでいいですね。じゃあバターもね、じゃがいもに加えて潰していきますね。こんな感じで潰していきます。はい、こんな感じで、じゃがいものピューレね、ポムピューレって言うんですけどね、これできましたね。これ付け合わせにしておきます。はい、はい、スペアリブもね、かなり煮詰まってきました。これでだいたい45分くらいですね。はい、油もね、浮いてきたんで、ところどころでね、油も引いて、こんな感じになってきました。この段階で味を見ますね。スペアリブにですね、一回、強めに塩をしてありますので、どんな感じかなと思います。見てみます。あ、大丈夫ですね。これ。さらに塩する必要はないですね。いい感じに煮詰まって、しっかりね、肉に塩しておいたんで、その塩がね、ソース全体に広がりまして、いい感じの、塩加減になってます。ここで足りなかったら、さらに軽く塩して、軽く煮込むって感じですけど、これはこれで大丈夫だということで、これで仕上げていきます。はい、豚肉のスペアリブ赤ワイン煮込み仕上がりましたのでね、白いお皿に盛り付けていきたいと思います。これクラシックな盛り付けですね、本当にね。じゃがいものピューレ、ポンピューレを頭の方にドンと乗せまして、一旦移しますね、こちらに。はいと、並べていきます。一人前としては多いですね、これ。まあね、ダイナミックにいきましょう。はい、取っ手が取れてしまってやりにくいですけど、これでソースをかけていきます。はい、豚肉スペアリブの赤ワイン煮込み出来上がりました。こんな感じです。はい、いただきます。はい、柔らかく煮込まれてますね。美味しいです。結構、かなり濃厚な感じのタイプですね。このね、チリワインの、フルボディのチリワインにぴったりですね、本当にね。ああ、美味しいです。じゃがいものピューレもね、いいですね、とても。
合います。これパンなしでもいいって感じですね、本当に。はい、ということで森の中から、豚肉のスペアリブ赤ワイン煮込み作ってきました。まだまだね、食べ始めたばかりなのでね、これからゆっくり食べていきたいと思います。世間はね、ゴールデンウィーク真っ最中でね、どこに行っても、混みまくってるっていう風にね聞きますけれども、まあ、この森の中はね、静かなもので、小鳥の声しか、しないという静かな森の中で、贅沢にちょっとね赤ワイン昼から飲みながら食事していきたいと思います。途中ね、メスキットがね、フランス軍メスキット、最高の武器がね壊れてしまうというハプニングがありましたけど、これどうなるのかわかんないですけどね、はい、ちょっといろいろ試してみたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。作太郎でした。